皆さんこんにちは。今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。今日はですね、ファンデーションを購入いたしましたので、そちらのレビューを上げていきたいと思います。購入したのはインテグレートグレイシーというシリーズから出ているモイスチャークリームファンデーション、こちらを購入いたしました。2色購入しました。私はだいたいいつもファンデーションを購入するときは2色購入するんですね。濃い色と一番明るい色と。なので今回購入したのはオークルの10番とオークルの30番を購入しました。どのくらい色が違うかと言いますと、ただね、そんなには変わりはないですね。ものすごく見た目で色が違うかって言ったらこの程度。ちょっともうこの程度の違いですね。はい。で、実はですね、これなんで購入したかというと、先日ビログでもあげましたが、成人式のお支度をのメイクをお手伝いしに行った時に、ファンデーション結構しっかりめに、お着物なのでしっかりめにつけた方がいいかなと思って、あと寒い時期ですし乾燥もするので、クリームタイプの方がいいかなという感じでいろいろ探してて見つけたファンデーションなので、実際、成人式のにを迎えられたお嬢様たちはには使ったんですけど、その方たちにはすごく綺麗でした。すごい綺麗についてました。ただ実際に私の年齢、多分ね、この、資生堂のインテグレートのグレイシーというのはちょっと年齢がいた、私たちぐらいの年齢の方向けに出ているシリーズだと思うので、ちょっと私には使ったことなかったので、実際今日初めて使ってみるという形になります。インテグレートグレイシー、私も知らなかった。インテグレートは知ってたんですけど、インテグレートグレイシーっていうシリーズが出てるっていうのを知らなかったんですね。で、このクリームファンデーションなんですが、グラムは25グラム入ってます。25グラム入っていて、なんとお値段がですね、1290、まあ、消費税入って1296円、すごいお安いね。え、お安いからどうかなっていうふうに思ったんですが、実際私も肌にのせてみましたので、そちらのレビューをまずはご覧になってみてください。ではどうぞ。こちらのセザンヌの UV ウルトラベースまで仕上げてあります。今肌は仕上げてあります。で、こちら2色ですね、オークルの10番とオークルの30番、2つあるんですが、オークルの10番はこんな感じ、ちょっと、分かりづらいかな、ちょっとね、明るめのオークル、大体でもいつもこれくらいの色なので、今日はオークルの10番の方を使っていきたいと思います。使っていくんですが、こういうクリームの入れ物のような形になっているものを、直接こういうものを入れたり指を入れたりすると、不衛生なので、まあ、スパチュラをお持ちの方はスパチュラを使っていただいた方がいいと思うんですけど、もし手持ちにスパチュラがなかったらこういう綿棒でいいので、綿棒で適量をこのように取ってあげたら、まあ、何かパレットか何かでもいいし、こういったところに乗せてあげて使うように私はしています。そしたらこちらの筆でつけていきたいと思います。色は多分大丈夫、伸びはね、すごく密着、
資生堂さん の, あのファンデーションに限らず国内ブランドのファンデーション私はね実を言ってあんまり好きじゃなくてっていうのが前にもあのちょっと何か動画であげたかもしれないんですけどなんかねすごくねピタッピタッとそれがいいっておっしゃられる方も多いと思うんですけどこのピタッとつく感じがすごく抵抗が あるんだけどこれはどうこれはなんかどちらかっていうとクリームなんだけどそんなに重たい感じはないですね今塗った感じでは。全体的にあの前髪を伸ばしてるんですけど悩んでて前髪をこのまま伸ばしていこうかそれともなんかやっぱりおでこのシワとか眉間のシワがやっぱり前髪がないと目立つ気がしてなんかねどうしようかなってちょっと思ってるんですけど、はい、色はちょうど良さそうですね。スポンジであとファンデーションをなじませてあとスポンジで必ずパッティング私はパッティングします。なぜかっていうとまあより肌に密着をさせるためにパッティングしていくんですけど、うん、なんかねそんなに厚みもなくってツヤもあって結構いい。はい、メイクが仕上がりまして今1時17分です。1時17分なのでここから、少し置いてみてどんな感じになるかをまた、ご報告したいと思いますのでまた後ほど。4時9分です。先ほどから約、2時間半ぐらい経ちましたがどうでしょうね。すごいツヤっぽいしツヤツヤしてるし崩れてないしすごい厚ぼったくなってないしシワっぽくならないからこれはね結構ねいいファンデーションだと思います。はい、コスパがなんて言ってもね1200円、まあ、消費税入れなかったら1200円なので結構おすすめなファンデーション。モイストクリームファンデーションのちょっと特徴を言い忘れちゃったのでちょっと動画の流れではおかしいかもしれないんですけどちょっと今お話ししときます。小じわ、くすみ、毛穴をカバーし、艶やかな保湿肌へ。均等に補正するクリームファンデーションです。ということで、小じわカバー、くすみカバーというのが、特徴になってますね。ここのパッケージにも書いてあるんですけど、艶やかな保湿、あとね、この毛穴カバー、保湿カバーっていうことで書いてありますね。なのでまあ、うん、確かにすごくみずみずしくてあと年齢を感じさせないしっとりとしたつややかな肌これはまあ確かに、まあ、年齢感じさせないかどうかわからないんだけどつややかなしっとりした肌にはなっていると思います。あとは私が嫌いなそのすごくこうペタッてつく感じもなく軽いクリームファンデーションの割にはとても軽いファンデーションだと、思いました。なのでまあファンデーションをあんまりたくさんつけたくないっていう人でもこれだったらつけられるかなっていうようには思います。はい、はい、というわけでインテグレートグレイシーモイストクリームファンデーションこちらは高評価ね値段の割には非常に
持ちもいいし綺麗につくので、私はこのファンデーションには高評価を与えたいと、与えたいって偉そうなんだけど、高評価を上げたいと思います。はい、実はですね、先日去年買ってよかったベストオブベストにこちらのカメラをですね入れたんですけど、なんと調子が悪いです。調子が非常に悪くて、もしかしたら敏感な方お気づきだったかもしれないんですが、画面がですね赤くなっちゃうんですよ。だから異様に、例えばリップ、頬紅、チーク、それからもうひどい時はお顔全体の肌色がピンク色になってしまうという、でいろいろと見たんですけど、初期不良ではないかという結論に至りまして、今は今撮ってますけどちょっと安定してないんですね、画質が。なので、ちょっと今日さっき電話、カシオに電話をしたらお休みみたいなので、明日ぐらいにカシオにもう一度電話をして、ちょっとね問い合わせてみようかなっていうふうには思ってます。非常に残念ですね。あとね、最初は良かったんだけど、ピントが全然やっぱり安定しなくなってきて、しばらく使っててね。まあ結果はまた動画でお話ししたいと思うんですけど、とにかくまあ今そんな状態です。はい、では以上で、インテグレートグレーシーモイストファンデーションのレビューでした。ほら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 、ぼやけてる。はい、レビューでした。はい、この動画がいいなと思われた方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。インスタグラム、フェイスブックやっておりますので、フォローをよろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もお願いいたします。ではまた次回 YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。